抜けてません、なんか抜けてませんか、音が音抜けてます、籠池純子でございます。今90歳と85歳のおばあちゃまが期日前選挙に行ってきたと言って私のところに寄ってこられまして、そして涙を流してくださいました。人の痛みが分かる人なんでしょうね。だから涙を流してくれて、私は本当にその人たちの姿を尊いなと思ってお見送りしながら、これで最初で最後かもしれないと思いながら、本当にこういう出会いが本当にこの遊説の時に多かったです。先ほどもお手紙をことづけてくださいました。一度紹介させていただきます。よろしいですか。いやありがとう。こうね、反応返ってくるっていうのはいいですよね。本当に共鳴し合えるっていうことが、これがね日本の国ですよ、うん、そうですよね。うんとか言ってはる、本当にそうです。大切、そうですね。はじめまして、こんにちは。私は数年前からいろいろあって精神的な病気になり、家にこもってばかりの毎日でした。でも籠池さんのことを見ていて、本当に強く素晴らしい方だと思いました。でも病気になるまでは世の中のことには意味が、興味が持てず、自分のことばかりでした。そんな自分、無知な自分が大変恥ずかしくなりました。でも私の周りはみんなそんな感じです。分かりたいと思っても難しいことばかりで、急に理解することができず諦めたりもしましたが、籠池さんの発言していることはこんな私でも分かりやすく、ちょっとやめていただきます、世間に言いたいことを命がけで伝えてくれていることに感謝いたします。こんなにも心ある政治の方はいないかと思うので、当選してほしいです。そして今回与党が勝ってしまったら、もう日本は終わりじゃないかなって思います。どうですか。そうだそうだと言われても、人の命より自分たちのお金が大事だと思っていると思います。与党は戦後から日本はおかしくなっているように感じます。だからもうどうすることもできない、強いもの、お金、権力持っているものが弱いものを潰していて、どの時代をもうそうなので仕方がないのかと思います。人間はここまで残酷で非情になれるのかと受け入れるのは悲しい気持ちです。籠池さんの受けた大変つらいことはどう見ていても悲しく涙が出ました。それでも前を向いて頑張っておられる姿を見て、私も一歩ですが踏み出そうといい気持ちになりました。籠池さんのような人間になれたらと尊敬しています。今コロナウイルス問題でみんな信じてますが、それも政府やまたその上が計画したお金儲けのためのストーリーだと思います。だからみんな根本的に考えるようになって、行動できるようになる世の中になってほしいです。もうマスクで外に出たくないです。マスクしていないですごい目で見られているおかしな世の中です。何のためにしているのか考えないで、みんな面倒なことが嫌、でも自分の寿命を短くしていると思います。こんな茶番劇は終わりになってもいいです、欲しいです。痛みを知っている人じゃないと世の中変えられないと気づかないし、
人の痛みもわからないんじゃないかと思います。お体大事にしてください。これからも応援しています。思っていることをうまく言葉にできないので手紙にさせていただきました。忙しい中ありがとうございましたと名前も書いてくださっています。こういうお手紙を書いて気持ちを伝える、こういう人たちの気持ちを受け止められる自分も本当にありがたいなって思いました。いろいろなことを経験させていただいて本当に幸せやなって思いました。若い人たちにも本当にお年寄りの方にも頑張れ頑張れって言っていただく人生なんてまあないですよ。本当に私幸せですよ。もっともっと多くの苦しんでいる方たちに国会に声を届けられることができたらいいな。新しいなにわのおばちゃんがあの嘘つき国家を倒してやりたいななんてこんなことを思ってもいますが、皆さんこのあなんかうんうんってこううなずいて聞いてくださる、それが人情味のある大阪のおばちゃんではないんでしょうか。こんな冷たい国もう一回やり直しませんか。大阪からやり直そうではありませんか。声を上げて、安倍さん、麻生さん、二階さん、いっぱいいますね、追い出しませんか。本当に国会にはもういりません。本当にいりません。皆さんそう思いませんか。思う人はそうだ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 、もっと大きい声でそうだ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 、安倍さんいらん、安倍さんいらん、二階さんいらん、二階さんいらん、麻生さんいらん、麻生さんいらん、菅さんいらん、菅さんいらんっていう感じでね、本音を言っている大人たちの子供言葉を見て子供たちが元気取り戻しますよね。え、子供たちが学校行って楽しかったなっていう子供たちの顔今見たいですよね。まず大人が変わることやと思いますわ。まず私が変われば世界が変わる。本当にあっちが悪いこっちが悪いじゃない、もう自分が変わった分だけ変われるんやなということをつかみましたよ。天の神様からつかみましたよ。天の神様が教えてくれはった。本当にや、よかった、間に合った、間に合いましたよ。皆さんどうかどうか新しい風を日本に吹かせようではありませんか。ねえ、そうじゃないですか。もう嫌だ嫌だ。高木純子でございました。本当にこの1週間大変多くの勉強いただきました。それは本当に人に愛を捧げるということがいかに大事かということを本当に知りました。感謝いっぱいです。皆さんに本当に元気出していただきたい、その風を国会で吹かせていただいたらいいなって本当に思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。